焦げ目がついてるでしょ。はい、ということですね。どうも、僕です。今日はね、かなり終盤戦になってきたんでね、決めの料理をね、作っていきたいと思うんですけども、春ですよね。春とね、言ったらね、春と言ったら何を皆さん連想しますかね。僕はヒステリックブルーですね。はい、ということですね、春キャベツの塩だれ豚丼っていうね、タンパク質もお野菜もすごく取れる美味しいレシピになりますので、すごく簡単なのでね、簡単な料理じゃないともうできないんです。酔っ払いすぎてやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。もうフルスロットルでいくぞ。もうこれで燃え尽きますからね、僕はね。キャベツね、120g、 8分の1ぐらいのあれですね。芯はね、ちょっとね、落とします。ザックザックと角切りにします。はい、はい、これでもうキャベツを作るんですけど、豚こま肉ね、 100g をね、入れたもんがあります。そうですね、お酢ね、はい、お酢、はい、はい、で、胡椒ですね、はい、パパパパパ、小麦粉ですね、小さじ2です、この量でね。小麦粉を入れて炒めることによって豚こま肉が非常に柔らかくなります。よくね、揉み込んでください、これね。胡椒も揉み込んで逃げないで。肉の表面にね、小麦粉がね、混ざるようにしてくださいね、これね。この隙を狙ってご飯をね、温めて、僕、砂糖ご飯のご飯を使ってるので炊いていきます。ピピ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 、あー、印象は陸地じゃない。まず、フライパン火かけます。はい、油小さじ2、大体これ小さじ2じゃねえかな。たらりたらり、豚こま肉ですね、なるべく、ね、広げてやってください。塊になっちゃうとね、なかなかね、麺が焼けないので、広げながらね、焼いてってくださいね。強めの中火で焼いていきます。小麦粉を豚肉にまぶして焼くことによって柔らかくなります。全体に焦げ目がついてきた時にキャベツのザク切りを入れます。ソーミシャンタン小さじ、ね、1弱ですね、1弱入れます。酒をね、大さじ3、大さじ、はい、多分大さじ3。炒めていきます。キャベツね、しなっとさせてくださいね、これね。焦げ目がついてるでしょ。色合いがいいですよね。春の歌、水分がなくなるまでね、いただきますね。水分、なくなってますね、結構なくなってます。そしたらですね、火を止めます、ね、これがポイントですね。レモン汁を小さじ1だからそこそこ入れますね、これね。はい、レモンコンクで大丈夫です。ある方は生レモンの方が、香りを出すと思いますけども、火を止めてから混ぜ入れる。うん、贅沢言えば黒胡椒ですね。パックご飯を出してよそってる料理研究家と俺ぐらいじゃね。ここにさっき炒めたこのキャベツの頭をね、ここに乗っけていきます。で、最後にこれね、ニンニクと生姜の香りをつけてないので、今回はね、黒胡椒を際立たせていきます。春キャベツの塩だれ豚丼、完成でございます。はい、ということでできましたので、早速食べていきたいと思います。ちょっとね、撮影の時にね、ちょっと赤み欲しかったのでラー油をね、かけました。これね、ラー油もすごく合うので、はい、いただきたいと思います。いただきます。あー、いざ慎重。たっぷりのキャベツと豚肉を一緒にね、ご飯と一緒にかき込むって、これが醍醐味わけるところ。やば、これマジうまいわ。ソーミシャンタンすごいよねこれほんとうまいわ。キャベツもね、ほんとはあんま食べたくないんですけど、栄養バランスを考えて食べるんですけども、ソーミシャンタンあるとほんとにうまい。仕上げに入れたレモン汁、具をね、溶けばさっぱりさせて、ずっと飽きさせないで食べられますね、これね。力
しかもね、お肉豚こまですからね。豚バラじゃないですよ。豚こまですよ。小麦粉をまぶして焼いたおかげだと思いますね。めっちゃ柔らかいです。本当に。栄養バランスも、タンパク質も取れる。春キャベツの柔らかさもね、非常にね、ポイントだと思うんですよ。ということですね。限界が近づきましたので、僕を限界にさせるぐらいうまいのでね、ぜひ、試してみてください。ピンマイク買いましたからね、皆さんね。ピンマイク買ったんで。もういい、もうコード見えてて。これ別に民放じゃねえから。いい視聴者さんから突っ込まれるだけだから大丈夫。民放じゃないから、もうコード出しっぱなしでいきます。はい。